さんこんにちは。とりあえず総理に戻してもらったヘルニアです。結局お茶組大臣から戻してもらえないこのエフミマロである。ムカつくのでさっさと年始会議に突撃なのである。前回は戦闘中のアメリカら強将を倒すためにロシアに進撃。ロシア攻略は順調に進み、とりわけ地形にも移動速度にも優れた。近隣部隊がシベリア進軍においては成果を上げていました。ヘッポコ機甲師団も増えてしまっているが、陸戦隊も強化増強されているようだし、この調子でとりあえずロシアとの戦闘を早く終わらせないといけませんね。そういえば前回、面白いことを考えたとかなんとか言ってたな隊長。うん、二つあるんだけどもね。一つは限定国協定に加盟しているハワイに圧力をかけて、太平洋からアメリカも目指せるよう、くら替えを目指す賭けに出てみるよ。それって下手したらドイツらとも同時戦闘になり得るんじゃ。その時は奥手でビビリでチキンですから潔く諦めるでしょう。あともう一つはオスマン帝国に進軍し、アナトリアからシリア、エジプトを経由して、地中海アルジェリアなどを持つ亡命フランス、その先のイベリア半島を、先に叩き潰しちゃおうという作戦だ。東はハワイ、西はスペインまでカバーする気ですか？話終わりますが、年が明けていよいよウクライナなどをはじめ、帝国協定ほぼ全国下のロシア参戦が正式に決まり行動を開始しているようです。より多くのロシア領を影響圏に入れるということであれば、急いだ方が良いかと。場合によるのですが、原則別陣営の相手に領土を抑えられていますと講和会議でその土地を得るのが要求ポイントが高くなり厳しくなりますからね。で話を戻すけど、なぜ比較的友好的なオスマンに行かざるを得ないかというと、石油確保もついでにあるが、行商と地中海で海戦をしておくためだ。なるほど、行商はスペインや亡命フランスなど地中海西部に足場を持っています。そこからであれば、航空支援も届きやすいため行商としてもインド太平洋でやられっぱなしな今、逆転を目指し勝負をかけてくる可能性が高いということですね。もっと言えば、地中海は太平洋よりさらに狭いですから、主力同士が勝ち合う機会が大幅に上がると思われます。その競り合いに勝てれば、大東亜共栄圏としては、かなり丸裸になったアメリカに対し、最終的には上陸を仕掛けられると。要するに今のうちに行商の海軍主力を潰すのに地中海が都合がいいということですね。そのためにもアフガンやオスマンには道路になっていただく必要があると。いや、アフガンは大倉家地大臣が財源確保とか抜かしたから道路ではないんじゃ。そもそもアフガンで財源確保って、絶対怪しいお薬決める気である。お菓子に砂糖や塩の代わりに塗ってキャッパ塩ビ戦化する気であるぞ。絶妙にイエローカードを回避してきたな。頭まではハッピーターンじゃなかったよ。前々から狙っていました外務大臣を粛清大義名分で退けましたので、私の初仕事としてオスマン傀儡の最前線イランに正当化を開始、またほぼ同時期にロシアとの決着がとうとうつきまして、ドイツと共に講和会議に入っていきます。ここでこの大倉大臣、石渡宗太郎にナイスなアイデアがあるぞ。耳をかっぽじってコンサル料10万円を用意し全員聞いておくように。NHKもひっくり返る悪徳徴収なんですが。ここで本来なら日本かトランスアムールに領土を渡すと思うが、あえて法典中華民国政府に全てを渡していこうと思う。ふざけるなハゲタヌキ。そんなこと許されるわけないだろ。そうだそうだ、日本がいる土地がなくなるではないか。別に直接割譲するわけじゃないですけどね。頑張ったのに全部チャイナに横取りされるのか。さては中国のスパイであるな。待て待て、全てはロシアの領土を全て大東亜共栄圏でいるためだ。おそらく法典政府はロシアにある過去の領土のみならず、さらなる領土を得ようと、やはりこんな感じで請求するはず。そこでだ、とりわけポイントが高い欧州側を日本が中国に渡し、かつシベリア側を中国に任せれば、日本が直接得るものは確かに少ないが、ロシアの全領域を大東亜陣営としているのは、そこまで難しくはないはずだ。まあ正確には飛び地になっていていらないアゼルバイジャン方面の土地だけは、ウクライナに渡すつもりだが、それ以外はやはり貢献度が高かったので、協力さえすればレニングラードさえもこちらに組み込むことができそうだぞ。待ってください、万一中国がロシア全土を傀儡にせずそのまま維持したら、日本との立場が逆転することにもなりかねませんが、大倉大臣的にはその方が好転の効用力が上がるから、不平等条約という名の関税をジャブジャブもらえることも見越してこの判断をしてるのでは？その通りだ。したがって中国はロシアを得てほぼ全てを日本に税金で引っこ抜かれるか、ロシアを傀儡でいいから解放して、帝国協定との防波堤として面倒を見るか、この二択しか残ってないのであるよ。さらっと私が提言したみたいに転嫁するのはやめるである。なるほど、理由があるのであれば納得してやらなくもない。こらコンサル料金10万円だ。何？本当に払うバカがいるだと？脚本へ、今すぐタンスにしまって大事に保管するぜ。よかったんですか10万円も。あいつ大倉省なのに不敵に笑う諭吉にも気がつかんとは。タンス預金ですからしばらく気づきませんねこれ。ただいま飛ばされたハワイから戻りました。彼らへの圧力は成功し今後は日本の傀儡国になっていただきます。ハワイはハワイで一部ですがアメリカの海軍をパクって持っていましたからね。自治を一定与える代わりに、真珠湾周辺はある程度自力で守ってもらう判断は正しいと思います。そのロシアやハワイも無事経済圏に加盟しました。となるとここからはまずは地中海で行商海軍を叩き潰すためにオスマン陣営を道路にするという案を先ほど総理は提案されましたが、オスマンもイランやエジプトを勢力に加え、決して第一次世界大戦直前ほど弱い国ではないと思いますが、そこは帝国陸軍のど根性で何とでもできるわ。こうなるとアフガンを確保しイランの戦線を拡大した意味も一応ありそうですね。そのアフガンで手こずるようなこともなく無事彼らは降伏したぞ。当然こちらは日本の管理ということで一度直接占領しまして後にアフガンで解放します。45年式のジェット機体
となる、軽戦闘機がついに設計完了、生産を開始しています。と言っても隊長はあまりモジュールを乗せられないジェットエンジンを、特に小型機では使わない傾向なので、エンジン自体は4型通常エンジンなんだぜ。航続距離も欲しい日本の都合上、どうしてもジェットでは大変でね。とりあえずタングステンちゃんは泣いていいと思いますね。言わずもがなではありますが、他の小型機である近接航空支援機や、各種艦載機なども45年式機体で再設計して生産していきます。だんだん名前が適当なことに突っ込み入りますか？とうとう空を飛ぶランサーエボリューション。さて、作戦としてはメインは当然イランを攻略するのであろうが、オマーンからイエメンを抑え、そのまま北上する部隊に加えて、海峡確保がエジプト、スーダン近くにまで上陸してもらう作戦まで立てているようだな。今回の作戦には新造した巨大戦艦や人大空母らが主力を務める、新たな主力艦隊を前方に投入する予定です。とりあえずオスマン帝国はこの1艦隊を中心に戦い、スエズ運河を確保しましたら、本土からさらなる主力艦隊らを派遣する予定です。イランへの正当化が完了しましたので、まだ一部アフガンの補給改善などが終わっていないようですが、期間もありますのでとっとと宣戦布告してしまいましょう。予定通り、海軍陸戦隊はまずオスマンの影響下にあるオマーンに上陸します。ついでなので、南下砂漠で揉めているハーイルとナジュドの戦いにも介入して、アラビア半島の正常化もしてしまいましょう。軍は出払っていたようで、あっさりオマーンの首都である港も確保できたようだな。この部隊にはそのまま基本西へ西へと進んでもらうぜ。少し遅れましたが、中型機も45年式の機体が完成しました。対艦攻撃も3型魚雷でできる対地対艦性能の高い戦術爆撃機を更新し、またさらなる航続距離を持つ重戦闘機が必要であろうと、新たに高火力な機体を設計生産することに。なお、イラン方面の戦線ですが、やはりこの機体は補給が劣悪でして、首都テヘランや石油地帯のインフラを持つオスマン側がだいぶ有利な模様です。最初こそ中央アジアやパキスタンなどの補給拠点や港からの補給が届いていたが、さすがにここまで入り込むとトラック輸送でも届かないところが多いからな。一応敵の港を抑えられているところもあるので、沿岸部だけはもう少し進めるでしょうが、他は補給ハブの建設改善を、どうしても待つ必要が少なからずあると思った方がいいですね。そんな中少数精鋭のアラビア半島を進む海軍陸戦隊は成果を上げています。なんか陸軍の嫌がらせか制空アシストすらまともにもらえていませんが、作戦通り順調にイエメンの方までたどり着きつつあり、海峡部を抑えてしまえば、エジプト上陸も可能となるでしょう。っていうか敵をイエメン側に追い込んで殲滅捕虜としましたので、そのまま沿岸部を進んで北上までできそうです。予定通りアラビア半島を統一するため、ナジュドを攻撃する形で良いのですよね。南に位置しておりストが目と鼻の先、ハーイルと違いすぐに倒せるであろう勢力ですからな。でおイラン戦線をオスマン側に危ない形で押し返されてるぞ。最前線にいる師団が多すぎて特に足の速いトラック師団に対応できてないぜ。落ち着いて、チハタンがいやなんとかなる。いやなんとかしろよチハポンタン。とりあえず巨大戦艦シリーズの6隻目を裏では生産しつつ、財源はイランの石油売却で将来的に確保していこう。ただ悪い知らせもありまして、エジプトは防衛をしっかり固めており、港への上陸作戦は失敗に終わりました。我が精鋭の7万人の陸戦隊が、7万人くらいすぐ消耗するのが総動員な戦争でありますが、師団そのものがごっそり例になるのは少なからず痛いですな。とりあえずナジュドを倒せましたので、その土地はハーイルに分投げておきましょう。しかしハーイル改めハイリアラビア勢力は、なんとナジュドとの戦争終結後すぐさまオスマン帝国に宣戦布告。たった5個師団しか彼ら持ってないのですが、これはイラン側とアラビア半島側の両方からオスマンを攻め込める好機到来と。今すぐアラビアに増援50個以上だ。ここで彼らの行動に応えなかったら日本人の恥と思え、チハポンタンは邪魔だから裏でチリでも作っておけ。逆にまだ40年式中戦車だったんですか？大倉大臣がなかなか陸軍には技術研究費をくれなくてですね。ついでにチリを改良した水陸両用中戦車も設計、生産ラインに組み込んでおきます。まあエジプト上陸に実際失敗してしまったからな。そろそろ陸戦隊も機械化を進めなければならない頃だったろう。増援の到着までオスマン側もトラック師団でオマーンを解放するなど、結構積極的に進軍されたことでアラビア半島を荒らされてしまいましたが、そこは精鋭の飛行師団が迅速に抑えて、南部の完全鎮圧にこの後成功することになります。ごくごくたまに役立つじゃないかチハポンタン。何？このままイランと合流、そのままオスマン本土までできる限り進んでみせましょう。海外の情勢ですがアルゼンチン、チリ、ペルー、ボリビアといった南米勢力が、ブラジルに宣戦布告したようです。ブラジルの味方はウルグアイだけで、ほぼ単独と言ってもいいから、アルゼンチン陣営側の方が強力な味方も多いし、時間をかけてアマゾン流域などを切り開いていきそうだな。さっきはエジプト上陸に失敗したのでせめてここで分断、スエズ占領までできるなら成功しなければ。イラン側との合流には成功しました。このまま最前線で粘るイランの降伏を第一に目指します。おい、陸軍と海軍で目標の足並みが揃ってないが大丈夫であるか？スエズスエズスエズ。イランイランイラン。オイルオイルオイル。指揮統制のかけらもないぞこれ。何やってるんだ揃いも揃って。スエズに突っ込んだ陸戦隊および帝国陸軍の一部も包囲されてるではないか。陸軍がもっと増援をよこさないから。今はイラン攻略がどう考え
えても先だろ。海軍こそエルサレムの手前で様子見すべきだった。どっちもどっちなんだぜ。罰として二人は今日から同じ部屋で寝泊まりし会話を増やすように。いやだー、まだ肝臓を大事にしたい。寝る前にチハトークを4時間も聞かされる、こっちの身にもなれ。4時間も話すことないだろ。トリク海軍の意思疎通の不足でさらなる手段殲滅を受けましたが、イランはテヘランを落とせば終了のほぼ虫の息みたいな状態。比較的まだ地形がまともなイラクを飛行手段が進んだようですから、来年には東を片付けトルコ本土、スエズの攻略も進められることでしょう。しかしロシアの大半を影響圏に入れることが今年はできた。まだまだ米国やカナダを片付けるには時間がかかりそうであるが、国力というか工業力はすでに700を超え、もう建てる土地がない方が問題である。次回はしっかりオスマンを倒して、地中海で協商と開戦したいといったところで、本日の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。高額献金、当院加盟いつもありがとう。私に教えてほしいことがあれば10万円でいつでも受け付けるぞ。味を締めてて草ですね。